何の話だろ急に。疑ってるわけじゃないですよ。お前と俺の彼女が二人っきりで歩いてるって言ったんでしょ。そんなわけねえだろ。そうだよな、お前に限ってそんなことしないよな。してねえよ。さてはしてるな。浮気してるだろ。動揺がすごいよ。絶対浮気してるよね。いやもう狼狽しすぎだろ。全然双子地面突入しないよ。いや、息切れするほど動揺するな、お前。なんでマジで。どういう感情で繋がったの。座右の銘はね、理想のデートコースは
好きなプロレス技はね、お前とは仲良くしていきたいと思ってるよ。何がそこにいたのそのクロマがお前けどよ、ケイコちゃんはお前と別れたいって言ってたぞ。どういうことだよそれ。本当なのかお前。ああ本当なのか。ケイコ俺と別れた理由って何なんだよな。チンジャオロースだよ。好きな食べ物じゃない何で俺と別れたいって言ったんだよな。スムージーフェチだよ。いやいやいやさっきの質問キャンセルできません。後の祭りだよ。座右の銘だようまくハマったな。うまくハマったな。やっぱり天気がいい日は彼女にお弁当作ってるあの理想の弁当止まれ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 全然止まんねえじゃない。夜景の見えるレストランで何なんだよ。その後はしっかり彼女を送り届けてお別れの季節はもちろんつむじにまあこれが俺の理想のデートプランかな。あ注文ですか。アイスコーヒーとお前はまんじかだね。注文だ注文です。加えてないよシステムエラー発生してるから。何なんだこれ。オレンジジュースもういないよもうとにかくお前さ一回も謝ってないで浮気しといてさ一回ぐらい精神したら謝るお前な。ほんとごめん。ただよだったら俺からも問いただしたいことあんだけど。